ホークアイはソニーが2011年3月7日に買収したホークアイイノベーションズが開発を進める審判補助システムである。球技において試合中にボールの位置や軌道を分析し、それらをコンピューターグラフィックスで再現することにより審判が下す判定の補助を行うコンピューター映像処理システム。またボールの位置や軌道の統計を作成し画面に表示する。 クリケットの試合やテニスのウィンブルドン選手権等の国際大会で採用されており他の球技にも応用可能とされる本システムの名称はザ・ホーク・アイア・アフィスティングシステムであるこのシステムでは競技場に設置された複数のカメラが捉えた映像からボールの最も妥当な軌道を再構築しコンピューターグラフィックスで瞬時に再現するホーク・アイは高の目を意味し また、ホークアイの名称は開発者の名前である、ポール・ホーキンズが由来である。ホークアイは、脳手術及びミサイル追跡に、もともと使用されている技術を使用している。1999年に、イギリスのロケマナーリサーチ社にて研究が開始され、ホーキンズ博士をリーダーとして、システムの構想が生まれた。その後2001年9月にホークアイイノベーションズ社が、別会社として設立された。 2011年3月7日にはソニーが、ホークアイイノベーションズを買収している。ホークアイが最初に名を挙げたのは、クリケットのテレビ放送でのことであった。国際クリケット評議会は、ホークアイを公式には採用していない。イギリス、インド、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドのチームは、トレーニングや作戦を練ることを目的として、ホークアイにより作られたデータを試合中に分析する。 テニスではコートの周囲20台のカメラを設置し、結果は2から3秒以内に画面に表示される。コート上でボールが設置した位置とラインの関係を判定したり、プレイヤーが打球をした時のボールの位置、あるいはサーブの時などのボールの軌道やコートに設置した位置を記録し、それらの統計を表示するといった利用がなされる。テニスでは本システムを利用して、 審判の判定に異議を申し立てることをチャレンジと呼ぶ。選手は1セットにつき3回までチャレンジを行う権利を持つ。チャレンジによりボールの軌道、設置箇所及び判定結果が場内のスクリーンに映され、またテレビなどの放送でも利用される。システムの判定結果が選手の判断通り審判と異なっていた場合はチャレンジを行える回数が保持され、 審判の判定通りであった場合は回数が1回減る。2005年10月国際テニス連盟が本システムを導入することを承認。2006年3月22日からのナスダック100オープンでテニス史上初のビデオ判定が行われ、ジャメア・ジャクソンが初めてのチャレンジ健康死者となった。4大大会では2006年8月28日からの 全米オープンで初めて導入され、センターコートなどに会場で設置された。2007年には全豪オープン及びウィンブルドン選手権でも導入された。ただし、全仏オープンをはじめとするクレイコートで行われる大会では、コートに残るボールの着地跡で判定を行うため、チャレンジシステムは採用されていない。日本では2008年にトーレパンパシフィック、 オープンテニストーナメントにおいて2010年にジャパンオープンテニス選手権においてそれぞれ初めて使用された。同システムの導入をめぐってはトップ選手であるロジャー・フェデラーやレートン・ヒュイットが反対の意向を示すなどして話題となった。サッカーにおけるホークアイは両ゴール裏や両ゴール付近に設置した6台から8台のハイスピードカメラがそれぞれ違う角度から ボールの正確な位置を撮影し、映像ソフトウェアが瞬時に解析、正確な位置を3次元で割り出す。ボールがゴールラインを通過すると審判の腕時計に暗号化された信号が送られる仕組み。試合の流れを妨げないようにとの FIFA の要求通り1秒以内に判定を下すことができる。2010FIFA ワールドカップにおいて審判による誤審が相次いだことから、 サッカーの判定は人間がするもの、試合の流れを妨げるなどの理由で、これまで機械での判定すべてに反対の立場だったブラッターフィファ会長も2011年12月5日にゴール判定に限り、新技術を早ければ2012年から導入すると表明した。2012年3月3日英国のサリーで開催されたサッカーのルール等を決定する。 国際サッカー評議会年次総会で2011年2月7日から2月13日にスイスチューリッヒの研究機関で試験した10社の技術のうち2社分について2012年3から6月に最終試験を行い同年7月の特別会合でゴール判定技術を採用するかどうかを決定すると決まった AB ホークアイボールトラッキングファームボートバイソニー BBC ニュース、2011年3月7日閲覧。AB ソニーニュースリリースソニーヨーロッパが、A ホーク愛社を買収ソニージャパン公式 HP2011 年3月7日、ハットホーク、アイ,イノベーションズリミテッド、ホークアイ2012年7月2日閲覧。2ブリティッシュサイエンティストコールイントゥクエスチョンホーク、アイズアキュラシー。AP 通信。 sports.espn.go.com, espn ウィンブルドン2008。2011年10月30日閲覧。ピーター・コールダー、テニス、テクノロジー・テイクス・アウト・ダウト・アンド・ファン。ニュージーランド・ヘラルド、2011年10月30日、閲覧。ハウドーズ・ホーク、アイ・ワーク。BBC ・スポーツ、クリケット。2011年10月31日閲覧。 マーチン・ウィリアムソン、ホーク、アイ、ホッツポッツダドルズ・ザ・ダック。ESPN ・クライシング・フォー。2011年10月31日、閲覧。ホーク、アイ・イノベーションズ・リミテッド、アバウト・ホーク・アイ。2013年1月28日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2012年7月2日閲覧。A.B. ホーク、アイ・イノベーションズ・リミテッド、クリケット。 2012年7月2日閲覧。ニック・クラウザー、ホーク、アイ、ホッツポッツダドルズ・ザ・ダック。BBC スポーツ、テニス。2012年7月2日閲覧。A.B. ホーク、アイ・イノベーションズ・リミテッド、テニス。2012年7月2日閲覧。図解、サッカー、ゴールラインテクノロジーに方式。アフプブニュース2013年2月20日。ゴール判定技術。 来期にも導入フィーファ会長を語る。共同通信47ニュース2011年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年7月2日閲覧。コール判定新技術最終試験へイコール4人目の交代は取り下げサッカー時ッ .com2012 年7月2日閲覧。ありがとうございます。